で6本のゴムを使うことになるかもしれない。どうしよう。そうなんです、ここにギュッて髪の毛をずっとこうやって引っ張られてる感じ。わかりますか。やってみてください。まあ、はい、皆さんこう自分のこうある髪の毛をこうやって持ってグッと結構真剣めに引っ張ってみてください。それがキープって感じです。あ、そうです、今日 TikTok 更新されました。2回目のうちらナンバー5組505組の TikTok が更新されました。皆さん今すぐに見に行ってください。あ、今すぐだ、ダメですね。もうちょいしたら行ってください。これがプチッとなった瞬間にダッシュでシュ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 ッとアプリを起動していいねをしてきてください。見ました。今回は割とスカートまでしっかり写ってますので、結構ね、実はあれ何テイクも撮ったんですよ、意外と。なかなかそう踊れんくて。まあ途中からちょっと怪しいところもあるんですけど、怪しい動きもあるけど、まあ目をつぶってください。そうです、制服の色はみんなそれぞれ好きな色を選んでもらいました。なんか本当はお疲れ様です。本当はなんか王道な色、王道な色って言うと色分けが簡単な赤、青、黄色、ピンク、緑みたいな感じにしようかなって思ったんですけど、でも衣装とかでそう分かれてる分があるから TikTok ぐらい好きな色着ようよみたいな。そうそうそう、自分の好きな、やっぱ好きな色のやつとか着れたらテンション上がるじゃないですか。だからみんな好きな色を選んでもらいました。そう、みんなで、でも今日あげたやつもまあまあ踊れてないなって思うかもしれないけど、あれは全然ちゃんとしてる方なので。もっとなんか暴れてるやつとかもあるので、またお楽しみにしていてください。色に理由はない。好きな色を選んだだけです。みんなこの色が好きなんやなってだから思いながら見てください。はい、でもやっぱりじゃ あそこからあれの撮った日にみんなでまあ集まって話すってことはなかった。一人ずつなんか一人二人とかと一緒に喋ることはあったけど、そうそう、同い年で集まってではなかったから、なんか楽しかった、でも楽しかったです。わちゃわちゃやってます。あ、そう、エモガールももう見てくださりましたか。ケイトの手にも届きました。もう今あそこにあるんです。すぐそこにあるんですけど、
何枚目がお気に入りでしたか皆さん。ああ持ってる持ってる、あ今エモガールを持ってる人を見つけた。カレンタンとレイさんが今持っていってた。お疲れ様でした。そうなんです。そう、あのうちらナンバー5組をやり始めたぐらいからレナタンがケイトちゃんって呼んでくれるようになったんです。もうめっちゃ嬉しくないですか？嬉しくないですか？皆さんに聞いても嬉しいんです。そう。やったね。だから他の3人にも8期生の3人にもそう言ってもらえるように。そうなんです。国民の楽曲披露とかの楽しみ増えたって、お嬉しい。そう言ってもらえて嬉しいです。皆さんの楽しみが増えたって言ってもらえたら嬉しいです。何より。まあね、なんかまだ TikTok を始めたばっかりだけどなんかね、みんなでできたらいいな。ケイトもパイセンだもんねって。そうですよ、ケイトはパイセンなんですあんまり自分で言わないですよねやってるのは伝わりますか？ちょっとジュース買ってきてください、焼きそばパン買わせなきゃめちゃめちゃ使ってるじゃないですかまあもうそんなことなんて口癖のように言ってますよそ焼きそばパンほんまに買いに行ってもらうことっているんですかね。どうなんやろ。なんで焼きそばパンなんやろ、そもそも。ケットは焼きそばパンよりチョコパンの方がいいな。ってことで、そろそろランキングを発表して終わります。それでは13位、タロタンさんありがとうございます。12位、コウヘイさんありがとうございます。11位、のぞむさんありがとうございます。10位、坂口さんありがとうございます。9位、かずみさんありがとうございます。8位、やしちさんありがとうございます。7位、あゆむさんありがとうございます。6位、ぺぺさんありがとうございます。5位、ちゃうちゃうさんありがとうございます。4位、たまひよさんありがとうございます。3位、きゅうきゅういさんありがとうございます。2位、1つ、2つ、みつさんありがとうございます。そして1位がガチのつりさんです。ありがとうございます。スペシャルギフト送ってくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、ありがとうございました、うん、ぜひ今日の公演のアーカイブも見てください。そして
TikTok も見てくださいそしていっぱい見て目が疲れないように寝てくださいありがとうございます。皆さんもう目を今目をつぶって休めといてください。今はダメです、やっぱり。うん、どうしよう、5分後ぐらいありがとうございました。はい、もう今日はゆっくりと寝てください。もう目をね、目は大事ですから何の話や。そう、 TikTok にいいねをしてからはもう目を開けてはダメです。嘘です、そんなことは守らなくて大丈夫です。ちょっと今日も早すぎましたねいつも終わるのが早すぎて、どうしたらいいんですかね。5分前にちょっとするから早いんか、3分前ぐらいでいけるんですかね。3分前にします、今度から3分前にします。これって関西弁ですか。最近なんか関西弁講座みたいな、関西弁講座じゃないけどやるんですよよくそういう話題になるんです。ありがとうか、ありがとうかとか、そうなんです関西っぽいですか、関西弁、関西弁だそうなんや。では皆さん、あと1分あるそうですじゃあちょっとこの間、この時間は皆さん拍手でつないでくださいということで、ほなまた皆さんおやすみなさい。ゆっくり寝てください。またね、またお会いしましょうありがとうございました。パチパチパチ、ありがとうございます。本当に本当におやすみなさい。またね、バイ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